と、えー、ということで今回、このペンバニスについての、えーまあ、解説というから、ね、深掘り解説ということになるわけですけども、えー、ペンバニスについてはこの動画でも結構多く扱っておりますまず、えー、こんな感じでペンをご用意していただきまして、まあ、基本的にこの動作ですねこれを、えーまあ、3という、ねえー、数字があるんですけども3ビートの、ねえー、容量ということでこれはダイバーノンさんというです、ねえー、マジック界 のまあ、巨匠と言われてるんですけどもこの方が3ビートで、えー、やるのが、まあ、マジックの中では一番いいリズムだということでね、えー、これを消すんですけどもこれがまず1のタイミングで構える状態になりますよね。で2の状態で、えーまあ、基本的に上を見上げる形です、ね、こう上に投げて消えるんだという、ね、動作の時にで2とともに、えー、こ,うこんな感じでこう来るということですよね3でね この状態でなるということですね。えー、この状態はもう完全にね、えーまあ、見えてる状態ですから、これをスムーズにやるとすると、1、2、3と、こんな感じですよね。えー、これが、えー、基本的に、えー、ペンバニスのやり方になるわけですね。で、まあ、私の癖なのかもしれませんけども、えー、こう曲げるときに人差し指がクイってなるんですよね。えー、こうね、わかりますかね。 であとこれ角度にもよると思うんですけどもあと隙間からよく見えちゃうとかっていうこともあるんでこれはしっかり指を、ね、閉じる状態でやってあげると、えー、その、ね、カバーっていうのはできるのかなと思いますねまあこれ人差し指が曲がってしまうのはこれ私のね悪い癖なんでここはね、えー、あまり真似しない方がいいかなと思います えー、なんとなくね、これね、右手のね、えー、こう人差し指がクイッて回ってると、えー、ああ、そこにね、えー、なんとなくこう、えー、想像がついてしまいますからね。ただ、えー、まあ、しっかりミスディレクションを取ってれば、まあ、そういったね、細かい動きもね、えー、全然気にならなくなりますからね。まあそういったあたりっていうのもね、えー、一つまた、えー、役に立ててほしいなと思いますんでね。どうぞ、ご視聴ありがとうございました。ということで、まずは是非、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。